ラフラボ MC のアートプレスの式です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今回もね、東京アトラボ代表の大島さんお話を聞いていきたいと。そこだけ小声です、ね、思います。東京アトラボの大島さんによろしくお願いします。大島です。はい、聞いていきたいと思います。今年で10周年を迎えた東京大田区にあるインテリア用途専門のアートカンパニー、大手設計会社やデザイン事務所と連携した B2B 事業、楽天市場、Amazon をメインに展開する EC 事業、国内外のアーティスト作品を製品化するプロダクト事業の3本柱、いわゆる画廊、ギャラリーとは全く異なる立ち位置でアート業界と深く関わっている会社です。ということで、はい、本日いただきましたご質問はこちらでございます。オマージュ、パロディ、パクリの違いと作品として認められる、かっこ受けられないのはどのラインというご質問をいただいたんですけれども、はい、そうですね、本当にラフラボだけにラフな質問だなって思うんですけど、まあ、ある程度ちょっとフィルターかけてもらいたいなと思うんですけど、まあ、文字通りの回答っていう形になりますし、まあ、あくまであの絵を販売する、はい、絵を扱うその商品、製品として、うんうん、まあ、扱うっていう立場からのコメントになってしまうので、はい、そこはご了承いただきたいんですけども、まあ、そもそもオマージュとパロディとパクリっていうのは、多分このご質問いただいた方は何か一つのものをイメージしてで質問されてるのかなっていうふうには思います。で、最近あの多くなって、まあ、最近といってもここ10年ぐらいですけれども、はい、非常に多くなってきたのがやっぱブランドのロゴですとか、 はい、あのブランドのバッグとか靴とかをモチーフにした作品っていうのがやっぱり増えてますね。で、そういうものに関しては、まあ、ごくごく最初はやっぱりあの抵抗があるっていうところも、買う方も大丈夫なのこれっていうのがあったんですけども、最近はまあそういう抵抗がなくなってるっていうところもまあ一つの傾向としてあるんですけども、これはあの私の会社でも製品、商品としてあのメーカーであったりとか版権を持っているところからそういうものを仕入れて販売をしているんです、うん、で、やっぱりあのインターネットとかでご質問いただくこともあるんです、うん、これはブランドのロゴ入ってますけども大丈夫ですかっていうの で、うん、でその、まあ、特定の商品だったので、その特定の商品を扱うそのメーカーに確認は都度するような感じですし、そもそも販売する前からあの確認はするんですけども、うんうん、まあ、どういうふうに答えたらいいですかっていう言い回して、はい、お伺いを立てる時とかもあるんですけども、うんうん、基本的にそのオマージュであったりパロディっていうのはもうアートの世界っていうかアートのデザインとして取り込むっていうことに関してはまあ、判例が出てるから大丈夫です、うんうん、まあ、ちょっとそれが日本なのか海外なのかわからないですけども、うん、まあ、そういったもので芸術性の高い作品として、デザインされたものっていうものに関しては、うん、あの判例が出てるのでそもそも大丈夫ですよっていうような回答があの公式で出てるので、私たちもお客様に対してはあのそういうふうにあの答えるようにはしているので、うん、そうですね。なのでその例えばブランドのものを使ってそれをなんか変な風にちょっとそのブランドイメージ、そのブランドの企業が持つイメージっていうのを損なわないような範疇であれば私は大丈夫かなと思います。ただそれを商品、製品として世の中にたくさん販売していくっていう風になった場合には、当然いつも申し上げてますけども確認であったりとか、あのライセンスを持っている企業とかに、ね、あの伺いを立てたり許可をいただいたりっていうのが必要になってくると思うので、そこは注意しておいた方がいいと思います。わかりました。ありがとうございます。大島さんに聞いていきました。ありがとうございました。ありがとうございます。次回もいろんな質問をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。